いつものあのカメラマンさん、我々のね、ジャゲジャを撮ってくれるあのカメラマンの大山さん。大山さんね。という方がね、撮ってくれて。ケイ。あの、そう。ケイでおなじみの。何、ね、シャッター押すタイミングのケイ。ケイ。いい感じです。OK。ケイ。ケイです。っていうふうに言う、大山さんなんですけど、あれなんでしょ、一回 OK って言わずにシャッター押してもらってもいいですかっていうふうに、おのく言ったんでしょ、言った。言ったら、撮れないですね。そうなんです。言わないと撮れない。言わないと撮れないし。OK と指が連動していることでおなじみの大山さんなんですけども。そう。で、あともう一つあるんですよ。もう一つある。あのね、目線くださいって言うじゃないですか、はい、言いますね、カメラマンさんって、はい。でも特にその指示がなかったから、うん、僕は最初、ジャケット撮影なんですけど、僕は、違う方向を見てたんですよ。こう、目線を切る。ね、はいはい、うん、こう、風にしてたら、ずっと、大山さんは、かい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 って言ってたから、KK は言ってないけど。KK は言ってないけど、撮ってたから、うん、あ、このままでいいんだと思ったら、あ、小野さんカメラ見てもらっていいですかねって、さっきからずっと見てないんで、って。なんでじゃあ OK って言ったの？OK じゃねえじゃねえかよ。俺ずっとカメラ見てたよ。そうなの、ね、俺が見てなかったら見てないっす。見てないっすじゃねえ。全然見てないっすって。じゃあ OK じゃないじゃないですか、大山さんつって、あ、すいません、つって。そんなね。っていうカメラマンさんが撮っててくれたんですけれども、はい、で、じゃあ、小野さん、じゃあ、ついてください、お願いします、つって、K、うん、K、撮ってる中で、小野くんも、K、K って言いながら、なんか知んないけど、球をつく必要だったよ、K、K、つって、K って言って、勢いよくついたら、球がポーンって飛んで、一番の球を越して、直接穴に入るっていう。自分の白い球が。すごかったんですよ。完璧なるマッセを決めました。普通についたのに。普通についたの。一番の球を狙わずについたら、K、K、K でポーンって飛んで、コロコロコロ、スカーンって入った。白い球だけ入ったんだよ。1の球は何にも動かずですよ。本来そいつを入れなきゃいけねえのに。その後2人とも笑いすぎちゃって、10分ぐらい撮影が止まるっていう。おのくんが泣いてるんだよ。僕最初何が行ったか、目の前で行われたか分かんなくて、あれ白い球入れる遊びだっけこれ。あまりにも綺麗に入ったから、一番の球をスルーして、触らずにだよ。かすったりとかしないんだよ。スルスルコーンガガーンと入ったから、おのくんも、って言ってついたから、なんだこいつと思って。最初ふざけてんのかと思ったんだよ。ところがふざけてないっす。もうこの半年で一番面白かったの。泣くぐらい面白かったなと思って。その後目が真っ赤になっちゃってるから撮影できねえんだよ。人生初のマッセでした。まあ、そのですね、写真が収められた、ジャケットになっておりますんで、うん、ぜひ皆さん、まあその写真が使われてるかどうかわかりませんけれども、はい、ちゃんとボールが飛んだ瞬間は写真に収められてましたから、それがもし使われていたら皆さんにね、そうですね、目に触れる機会もございますんで、ぜひ11月20日の、20日、はい、CD ジャケットですね、はい、確認してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。